司令官。 2B9S も一体何をしてるんだ。地上のユラ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したユラハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス？何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて。そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。 2B9S、 貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。汚染？司令官、退避します。くそ、扉が。バンカー内部までウイルスが入ってるのか。それも司令官。オペレーターさん。違う、ナイエス、あれは私たちは2つの問題。ネットワークと技術に話しかけている。そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうここの基地は終わりです司令官、この基地はもうダメです。一旦退避しましょう。どうしてお前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。知りたい、再開しますね。死んでです。くそ、何腹開いてるの。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。司令官、早く。私は行けない。司令官。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は最後のヨルハ部隊なんだ。生き残る義務がある。司令官。それに私はこの基地の司令官だ。
せめて最後まで上官らしくいさせてくれ。トゥービー、もう騎士が死ね。行け、トゥービしないと。ボット、アンドロイドの反応が少ない地点を検索。報告、商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルス汚染よしなければ。
夜波機械トゥービー、深刻なダメージ。分かって。21% に上昇。汚染の除去と再起動。報告。ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で回転、進化しており、除去が困難。30% に上昇。視覚処理システムに異常を検知。月面人類会議。地上を分析しているの。今日は諸君が吉報を知り、このだ。月面の人類会議は新兵器。
2B のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号、地図にマーク。警告、大型の信号を感知、地下の構造が不安定になっている模様、大規模地震の可能性を示唆、推奨早急な離脱。離脱なんかするわけないだろう。夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日、破損部分の復元・修復が完了。再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯。確認。A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば残りの課題は一つ。我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。それじゃ司令部は行って逃ごう。ここは私が。ダメ、陽子。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。 なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04に夜破棄隊 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、
A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。ヨルハ機体 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。また要請。ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。は？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろう。